人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトはアランドラになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。起きたね。意外に弱気ね。これ右に向けるけど、右がなんだこれ。あれか、この出口ね。なるほど、こういう意味あんのこれ。これなんだろう、なんだあの台は。ん、うわあ、ちょっとプレゼントが過ぎるよ君たち。ほんとやだわ。よし、よっしゃい。どういうこと？え？おお！なになになに？よし！よし！どじゃい！ん？ここ落ちそう。なんだこれ？落ちるんだ。なんか使えそうだなあれ。確かにこの樽は、うん、うん、そうか、これに乗って登るってことか。あれ、よし、よいしょ。ここじゃねえよ、勝手にそう思ったんですけど。あれ違うな。うん、ってことは先に投げて向こうに置いとくんだ多分。こうだ。で自分自身はこういうことだ。よし、これできる。やった。よし、やべえな、できたな。何を食らえっていうの。うわー、来たー。やべ、いや、死ぬ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 ってあれ。へえ、どうしよう。ラッキー。そんなオチだったの。よかった。これ鍵かかってんのか。どれどれ。ん？なんだこのこれ。こういうこと？ん？これ別に簡単じゃねえの？違うのかな？こう降りて、こうじゃねえの？うん。なんだ今度これ。順番か？なんかの。ということは、これを右に全部動かして、こいつを動かして、で、こいつを右動かして、
で、こいつ身を貸して、左だ。やっと分かったよ、もう。もう、時間。間違えた。うわ、最悪。最悪。さっきの鍵だこれ。よし、これ頑張らないのか。よし。で、これか。よし。さあ。またこの新たなとこ行けるわ。なんか上にもなんかあるけど、これは壊せないのか、さすがに。無理だな。あ、またこれかよ。くそ。なんだこの、ドンキーコングみたいな仕掛け。バカじゃないの？え？そう、アウトシーはもう。だけど結局これって壊せたけど。いけないんじゃねえのこれ。こっちか行けんのか。こっちだな。うん。こっちに動かして。こうあってこうだ。よっしゃいー。はいー。これで開いたと。うん。なんか見たことあるな、これも。動かすやつではないの？なんか。違うのか。なんか変な感じ。エンジンの作動が必要。左右左左右右。どこにあるんだよそれ。違うのか。うん。でも普通に考えると降りれないんだよなこれな。開けたわ。こうか。こうかやっぱり。ここはやっぱ道だ。殺したエンジンルーム。入念に教えてくれるね。この下に階段がある間違いないんだけどな、どっちも。まだ先だったな。この下のことだったのか。わかりにくいわ。紛らわしい。あれのことか。なるほどね。てっきりここかな、ずっと思ったのに、もう。めちゃくちゃ簡単なことだったな、これ。なんだこれ。これということは結局ここじゃないの。これがスイッチだよね。
ここまでやって全然上に中に入れないんだから。こうじゃねえの、やっぱり。もうそういうことだったのね。やっぱり無駄な努力したわ。ということはこれで戻って OK と。よいしょ。お、動いてる動いてる動いてる。よし、これでいけるわ、向こうにね。あおー、また来たよ、もうこの。結局、無理くりだな。引き当たってるし、ずっと。あれ、これどうすんのこれ。こっち動かないけど。違うのか。違うのかな。なんかその感じだったけどな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ、こいつは、ん？どういうことだ？なんだ？色変わっても一撃は一撃だな、やっぱり。何これ。左手作動が不可能、右手す、これは何、手のことなの、これ。これ自体が手なのか。じゃあ置かないってことか。じゃあ鍵、やっぱりか。またあれだろう。おお、なんかいけねえしこれ。死にかけですわ、もう完全に。ん？動いたわ。これでいいのか。何すんの？うわーおって鍵持ってんだよ、バーカ。小指から順番にか。こういうことか。こっちで合ってんのか。
いけた？いけたわ。いや、ああ、こういったのか。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。巨人族のね、像をちょっとずつ上がっていってるんですけども、相変わらずなかなかね、一筋ではいかない感じのパズルばっかりでね、しんどい思いしてますけど、頑張ってね、ここも突破してきますので、よろしければ応援お願いします。またね、プレイステーション1のソフトに関しましても、様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり、率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、苦手だった方はグッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。